今日はガテマラ。座ったままドリップするのって結構難しいんだよ。よし。ああ、うまそう。よし、オッケー。あーうめえ。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日のコーヒーワールドはですね、僕実は昔からこのコーヒー動画を作っててすごく気になっていたことがあって、まあそれをねちょっと改善できる、かなと思って今日ねとある商品を買ったんですよ。はい、こちら、これねマイクなんです。カメラにつけるマイク。僕今ねこの GH4 っていうルミックス、あのパナソニックのカメラに、AT9945CM っていう、まあそこそこに、ね、いいマイクをつけてあの動画撮ってるんですけど、ちょっとねこいつかなり高性能でいい音で撮れる、まあ、マイクなんですよね。僕はあのこれ瀬戸康史さんの動画とか、あとアンソニーさんとかかなの動画で知ったんですけども、すごく綺麗な音で、単一の方向からの音が拾える、モノラルマイクなんですよ。僕これまでコーヒー動画作ってきて、音がねあんまりこう綺麗じゃないなってずっと思ったんですよ、編集しながらね。まあ自分の声もそうだし、コーヒーのこうコーヒーがさ滴り落ちる音とか、あと豆をひいた時の音とか、あの粉を入れる時とか、ああいうちょっとした音ってすごくいい音だと思うんですよ。僕コーヒー入れてる上でああいう音って聞くの結構好きなんですよね。だけどこのマイクだと、ステレオマイクで、あとホワイトノイズも結構多いからさーって音がうるさいのと、あと単純にこう周りの音も拾ってしまうから、全体的にこう ボリュームを無理やり上げるとそれも拾っちゃって、ちょっとねあんま綺麗じゃないんだよね音が。これ生放送でも言えることかな、結構生放送さーっと音がね気になったりするからさ。だから正直そのごまかしとしてちょっと BGM 入れてるところもあるんだけどね、生放送中に。でまあ今日はこいつを買ったことによってちょっとその辺が改善できるんじゃないかと思いました。なかなか高いマイクなんですよこれ。 4万だからね。これとあとねプラグ、あのカメラにくっつけるためのプラグ合わせて、まあ、4万くらい、まあ、サウンドハウスさんで買ったんですけど、なかなかねいい買い物ですよ。ずっと欲しかったんだけど悩んでて、まあ、とうとう買ってしまいました。でじゃあ今日はこれを開ける前に、まず僕の今撮っている撮影環境、撮影機材をご紹介していきたいかなと思います。はい、じゃあまずこちらカメラなんですけど、これ GH3 っていうカメラで、まあ、パナソニックのカメラですね。これで、普段自分撮りをしています。まあ今までは、こいつがメイン機だったんだけど、これ最近サブカメラに、広角というか、しまして、今 GH4 っていうこれの1個後の、カメラで撮っております。まあ基礎綺麗に撮れて、これズームレンズを今くっつけてるんだけど、あれ手元を撮るときとかに使ってますね。普段自分を撮る用は、単焦点 14mm の、レンズをつけていますね。で自分のピント合わせ用に、こちらリモコンですね、はい、このボタンを押すことで、自分の顔にピントを合わせています。マイクは今つけている GH4 の AT9945CM オーディオテクニカのやつですねが1個で、こっちに何もつけていません。で、あとはもう1つこれ一脚ってやつですね。三脚みたいにこうでっかく足が張らずに、こんなちっこいね簡易な足がくっついてるんですけど、これがねかなり良くて、これベルボンのやつなんだけど、出先とかカメラ持ってちょっと安定した絵を撮りたいなっていう時とかに、まあ、出先で使っています。あのこの間紹介したおカフェの動画とかですね、ちょっと場所を取るの邪魔じゃないですかお店とかで。だこういうかろうじてまあちょっと安定できるかなくらいの三脚というか一脚を持っていって僕カメラ撮っています。これ普通かなり優秀ですよ。でもう一つ、はい、こちら、同じくベルボンのこれわかります、これレバーがついてるんですけど、こうやって伸ばすことができるんですよ。でこれ何に使うかって、俯瞰撮影ですね。ここに三脚くっつけて、こうやってカメラをあのドリッパーの上とかから構えて、撮るようになっています。まああんまり近づけすぎるとね、あの湯気がレンズにくっついちゃって、曇っちゃうんですけど、こいつを入れたことによってまあそこそこいい絵が撮れるようにはなりましたね。ちなみに先っぽには自由雲台、QHD33M ってやつをつけています。まあ、正直もともとカメラを全然知らない人間なんで、 YouTube 用にいろいろ買ってきた人間なんで、いろいろ足りない部分とかちょっと見落としてる点もあるとは思うんですけど、一応今のところは動画撮影はこの感じでやっていますね。
ちなみに照明はそこに1個、ここに1個、こっちに1個、こっちに1個、ここに1個、あっちに1個、6つついています。まあもうちょっとね、いい照明とかの配置もあるんでしょうけど、まあそういうね、技術もあるんでしょうけど、全然わかんないんで、とりあえず明るさを確保したいなと思って、まあ飲食物だからね、コーヒー綺麗に見せたいなと思って一応ライトをいっぱいつけています。でまあこの辺のやつだけちょっと方向転換できるようにしてあるんで、まあコーヒー売れる時とかに明るくしたいかなと思っています。で、はい、じゃあまあそんなところですかね。じゃあまあそろそろねマイクを開けていきたいかなと思うんですけど、まあほんとね、最近僕特にね、あ、まあコーヒー器具以外でもコーヒーの音とか以外でも僕の声、僕自身の声がかなり気になっていて、まあこれ昔からなんだけどね、もともと僕あんまり地声がねこういい声じゃないんですよ。まあもちろんイケボとかそういうあの話じゃなくて、なんていうか聞き取りづらい、あんまり声質が良くないんですよ。だから結構あの私生活とかでもこう聞き返されることが多いんだよね。低いっていうか拡散してしまう声っていうか、だからこそ、こうやって抑揚をつけたりだとか、ちょっと裏声使ったりだとかして、聞き取りやすいように、こう、無理やりに頑張って、努力はしているんですけど、これ結構ね、個人的な悩みだったんですよ。特にね、動画になるとちょっと聞き取りづらかったりとかしたら致命的だから。で、まあ今日はね、こいつ、まあ頼り切るわけじゃないけど、まあ、前よりいい音で拾ってくるんじゃないかな、ちょっと期待はしています。ほんと、モノラルマイクは初めてだからね。てか、こんなごっつい箱に入ってるの初めてだよ。はい、じゃあこれは絶対ね、こぼしたりとか、濡らしちゃいけないから。はい、これ絶対、避けておいて。はい、じゃあ開けていきましょう。いやー、でもほんと買っちゃったよ。3万、4万だよ。いい音で撮らんと。はい、じゃあまずはこちら。ケースですね。マイクにケースが入っています。そして、はい。MKE600 ゼンハイザーのマイクの説明書です。と、はい、もわもわに包まれて、はい、うわーめっちゃゴージャス。こんな感じで入っております。ゼンハイザーのロゴ入りですね。やべえ、これやべえまあこれによってきっとコーヒーワールドレベルアップするはず、うん。今までほんと環境音でしかコーヒーをね取れなかったのはすごくねちょっと残念で、これが革命をもたらすはず。ゼンハイザー MKE600。 はい、じゃあまずこちらが本体ですね。これにこのカメラに装着する用の、アダプターかなを取り付けていきます。よいしょ。かっこいい。そしてここに電池を入れて、よいしょ。一応この風よけはまああってもなくてもいいけどね、俺室内撮影だからまあそんなにいらないんだけど、とりあえずつけてみると、うん、OK、はい、まあこんなもんですね。まあ瀬戸康史さんの動画で見ると、瀬戸康史さん別売りのこの風よけを買っていて、それ結構でかいやつだったからこのスイッチが隠れていたんだけど、この、まあ、純正というかまあこの付属のやつだったらここについてるスイッチは隠れないですね。じゃあオンにしてみると、お、OK、OK、光った光った。というかマイクにこんなすっごい説明書が英語だし読めえしうん、よし、じゃあつけてみますか。とりあえずこのプラグですね、別売りの3000、あ違うな、2000円くらいしたかな、この K600 っていうプラグを、この XLR 端子ですね、ここにぶち込んで、よいしょ、うん、ガチャンコ、よし、 OK で、この 3.5mm のミニプラグをカメラにつければいいわけか。じゃあやってみましょう。音声テスト。まあそんなにね、僕も、こういうのに慣れてるわけじゃないんで、もしかしたらちょっと、そこまで違いがわからないかもしれないけど、とりあえずやってみましょう。はい、それではいきます。これから音声テスト。僕の全くいじっていない、編集操作とかで、こう、音量とか上げていない素の音声を聞き比べていただきたいと思います。まずは、オーディオテクニカの AT9945CM。いきます。はい。どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。今日はですね、こちら、ガテマラを飲んでいきたいと思います。はい。どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。今日はですね、こちら、ガテマラを飲んでいきたいと思います。はい。どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。はい。どうも皆さん、こんにちは。カズマックスです。今日はですね、こちら、ガテマラを飲んでいきたいと思います。今日はですね、こちらガテマラを飲んでいきたいと思います。
今日はガテマラ。座ったままドリップするのって結構難しいんだよ。よし。あ、うまそう。よし。オッケー。ああ、うめえ。はい、どうでしたかね。違いました。今んところ僕まだ聞いてないから分かんないんですけど、とりあえずノー編集の、まあ、なるべく声量も、まあ、喋り方も変えずに、喋ってみたんですけれども、違いあったかな。どうかな。まあこれによってね、多分まあ環境音じゃないフラットなコーヒーの音とかを皆さんにお届けできるかなと思います。とコーヒーワールド始めた頃から悩みだったんですよ。てかこういうやっぱなんだろうな、紹介するものがきちんとある動画に関しては、まあいろんな YouTuber の動画あるけど、これに関してはね、クリアな映像とかクリアな音声でこう動画を作った方が、そのものにこう焦点を当てて集中できるんじゃないかなと思うんですよ。僕実際自分で視聴者として動画を見ててそう思うから、まあ瀬戸康史さんとか、あとアンソニーさん、牛員さんとかのね、いろんな YouTuber さんの動画を見て、まあ、そう思って、機材投資をいたしました。まあ使いこなせてるとはね言えないとは思うけど、もともと僕カメラ畑の本当人間じゃないんでね。てかまあそういうのは言い訳かな。まあこれから手探り手探りね、頑張って、使いこなしていきたいと思います。うん、うまい。やっぱこのねコーヒーの良さを、まあ香りまでは皆さんにお届けできないにせよ、まあ音声絵といろんなものでね、なるべく伝わるように頑張っていきたいと思います。まあ最近本当に単焦点レンズとかいろいろ導入してるし、それによって良くなってるかなと思うんで、これからもカズマックスのコーヒーワールド徐々にレベルアップしていきますよ。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。